あの声が離れないもう許してください大事ないか行前をご存知でしょうか飯の語り部です知っておるあやつはこの世のものではないという噂もあるな語りが恐ろしくあの声も人のものではありません そして槍川の火の少量という伝承途中で逃げ出してしまいましたがどう終わるのでしょうよしでは俺が語ろう行善ではないゆえ電話は劣るがえありがとうございますかつて伊予という名の般若が亡者による税を生み出した イオとツシマの繋がりはたれクロードはイオの国へと攻め入るかくしてイオは退治されたのであった <laughs> 聞き入りましたイオの怒りと悲しみなお立ち向かうクロードの勇姿目に浮かぶようお礼にこれを納めくださいありがたい